ではヒーローインタビューお聞きいただきましょう。放送席そしてホークスファンの皆様、お待たせしました、ヒーローインタビューです。今日は攻守ともに大活躍、柳田悠岐選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずは初回の先制のスリーラン、特大でした。振り返っていかがですか。いやもうとにかくゴロ打ってゲッツーはやばいと思ったんで、しっかりスイングを入れました。はい、結果的にバックスクリーン直撃でしたか。いや手応えはすごい良かったんで、はい、良かったです。そしてその裏、守備で2つ好プレー、ダイビングありました。あそこ見事でした。いやもうなんとか、はい、必死にやった結果です。ちょっとファンからすると左手の部分、心配な部分あったんですが、いかがですか。いやもう大丈夫です。はい、そして柳さんは打撃部門でいずれも上位につけていて、ファンからすると久しぶりの三冠王、このあたりにも期待もかかりますが、いかがでしょう。いや本当にそれはあんまり意識してなくて、打席でいい打球、いいスイングをしたいっていう気持ちだけでやってます。結果として4番として仕事を果たして、チームとしても苦しい中ありましたが、しっかり勝ち越しましたね、このカード。いや本当に接戦で苦しい試合でしたけど、チーム一丸でなんとかいいゲームできました。では最後にホークスファンに向けてメッセージお願いします。暑い中、皆さん熱い声援ありがとうございます。これからまた、はい、暑い季節が続くので、熱中症に気をつけて応援してください。ありがとうございました。おめでとうございました。柳田選手でした。今日先制のスリーラン、そして直後の1回の裏、守りでは素晴らしいファインプレーを連発をしていた柳田です。あそこで結局柳田のファインプレーがあったので、ロッテ打線もちょっと波に乗れなかったことがありましたもんね。そうですね、はい。さあそれでは今日のゲームをハイライトで振り返ってまいりましょう。